どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのけんです。原材料に 7% メレンゲが含まれているさやです。ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、ぷくぷくでべそ、やさらかとてクジラにしかしなれどベーコン東方。いつぞやの課長なんか海に来てんじゃん。壮大なストーリーがある。サヤジオグラフィックなんだ。そうそう、これは焼き鮭の群れで湯豆腐の中で安らぐハムたち。はい、ということで今回ですね、こちらでございます。どどどどどん、文房具。はい、文房具でございます。皆さん知ってますか、文房具って。はい、例えばね、こういうやつを文房具って言うんですけども、ハサミでございます。はい、はい、こちらテープでございます。テープです。はい、そしてこちらは本数が揃ってない、色鉛筆じゃないですか。かわいそうだな。何本、なんか3本ぐらい、なんかなくなく全然歯抜けなんだけど。ということで今回やっていく企画はこちら、ボディ。プロの石が文房具をアイドルグループ化してみた。ふぅ、文房具アタック。ということで今回ですね、文房具をアイドル化するっていう、まあ何言ってんのっていう、ちょっと何言ってるかわからないですね。はい、ちょっと何言ってるかわかんないですね案件なんですけども、まあこれちょっと理由がありまして、はい、夏目さんちって実はゲーム実況チャンネル、はい、こちらですねあるんですけれども、なんでどかしたの。はい、まあゲーム実況チャンネルでね、いろんなゲームを実況してるんですけれども、はい、先日ですね、ペーパーマリオ折り紙キングっていうゲームをねやらせていただきました。マリオですよ、はい、皆さんこのゲームですね、ご存知ね。はい、こちらに出てくる、まあいわゆるマリオの今回のヴィランたちが、はい、なんと全員文房具だったんです。いや、そうなんです、はい、しかもキャラの濃い文房具たちだったんです、ということはですよ、もうキャラクター満載の文房具たちは擬人化の可能性に満ちていると。なので今回やっていくのは、ペーパーマリオに出てきたこちらの文房具たちを擬人化して、かつアイドルっぽくしていこうと思います。プロデューサーってわけですね。そういうことですね。頑張りましょうプロデューサー。お前誰？アイドルだけど。アイドルなんだ。やまえよ。嘘、アイドル図が高えだ。それではやっていこうと思います。宇宙にゴー！宇宙行っちゃうの？急に無限に広がってったんだけど。ということでですね、こちらでまた白紙に書いていくんですけども、アンドロメダを西南に、合唱コンクール始めるんだ急に。アンドロスワンの星座東南にすんなお前、やめ。ということで今回ね、文房軍団っていうね、はい、そのマリオの敵の文房具たちを書くんだけど、はい、まあマリオ知らなくてもいいんですよ、はい、まあ、要するに文房具を擬人化するっていう企画だと思ってもらえれば大丈夫でございます、はい、ということで今回やっていくのが、まず第1回戦目がこちらになります。ででーん。はい、なんとですね、今回さやと僕でテーマを変えます。はい、はいはい、1回戦ごとにそれぞれ違うものを書いていって、はい、最終的にこれ3回戦やるんだけど、6人の文房具たちをまとめて一つのグループにねしていきたいと思いますので、まるでマカロニ&パスタみたいなアイドルグループにしてやりましょうね。マカロニ&パスタってそんな有名なアイドルグループなんですか。え、知らないんですか。知らないですけど、もうこれだから小麦粉業界に疎いやつは。小麦粉業界なんてもので流行ってたね。話が伝わらない。誰にも伝わってないだろ今。じゃあ今回でもですね、はい、制限時間はお互い5分間でサクッとキャラ図していきたいと思います。思います。よーい、ペペマリ。はい、行きましょう。出てきましたね、ピオくんが。はい、皆さん、気になる方はぜひ、ゲーム実況チャンネルに飛んでみてください。昨日ピオくんがたくさん喋ってますので。おっと、宣伝会議さん、ここで。はいはい。皆さんご存知の、ミサイルアーティストらしいんですよね。皆さんご存知ないって言うんで。あ、ご存知ない。ご存知ないですよ、皆さん。モグリだな、みたいなため息。知らない方が普通なの。色鉛筆の思い出を語っていこうじゃないの。ゲンさん輪ゴムの思い出を語って。ゲンさん輪ゴムの思い出はあんまりないな。輪ゴムをこうやって持って、うん、上に引っ張って、下に友達の手を置いて、パチンってやるやつはよくやってた。鬼畜やん、そんな。友達が何したっていうやん。いや、お互いやってたんよ、それを。その時どうでした？気持ちよかったですか？なんでいきなりド M の話になってくる。目覚めてはねえよ、別に。もうあと2分切ってますけど、ね。嘘、お前の顔に漬物を叩きつけてやるまで。俺は寝れねえよ。嘘、怖。美味しいご漬物だったら、ビタンってやったら、うまってなるかも、ね。なんで、なんで食ってんだよ、その瞬間。すごい反射神経。すごい速さで食べてん。俺じゃなきゃ見逃しちゃうわ。大学の先輩ね、はいはい、私、ハンターハンターって読んだことないんですよ、って、うん。で、ハンターハンターって何をハントする漫画なんですか、うん、って言って、はいはいはい、親父かなって言われたから、親父狩りする漫画なんですかって。まあ、確かに親父は探してるけど。お先輩、うまいんだか下手なのかわかんない。例えが。じゃあ行きましょう、はい、1回戦目、ゴムゴムエンターテイナーはゴームとミサイルアーティスト色鉛筆、せーの、デドン。おー、はー、
美女じゃん。でしょ、美女系やん。そう、美女系、宝塚系なんですよ。不思議美女系ね。そう、くねくねしながら踊りながら、うん、歌いながらってくるんだけど、全国の健全な男子諸君はちょっとここでイエスって構えてほしい。この輪ゴムの攻撃って何って、うんうん、ゴムを飛ばしてくるんです。あ、そうね。でこれ体中にゴムつけてんのこの人、うんうん、でマリオの実際のボス戦でも体中から輪ゴムをペン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 って飛ばしていくわけよ、うんうん、ゴム使い切ったら服がなくなっちゃうんだよ。みんな歓喜しろ少年いやもう少年漫画的な敵としてはね、美味しい敵ですよ。いやそういうこと、はい、また少年漫画にしやがった。どうよ、長いタイトルコールをもう一回言ってみて、うん、プロの絵師が文房具をアイドル化してみた。アイドル戦っちゃダメあれじゃあ今テーマ決まりました。戦うアイドルでいきましょう。うわ歌って戦うアイドル、かっこいいじゃん。みんなが想像しているアイドルの概念を覆すわで、さやさんいい感じだね。でもかっこいいわ、芸術家肌だね。いやそうなのよ。しかもほら、こうちょっとあの、はいはいはい、中性的というか。そうね。そう、でもまあ男なんだけど、うん、後ろにこう、はいはいはい、コートのなんかビラビラみたいなのがついてるんだけど、これがこう色鉛筆みたいな色が変わってる、うんうんうん、で催眠術を使ってみんなを勝手にメロメロにさせて、気づいたらファンクラブに入っていると怖いな別になんかメロメロさせなくてもファンクラブできそうだけどこいつな。それじゃあ花江夏樹さんでしょ。なんすぐ使う、うん、でもこれ花江夏樹さんだと人気出るに決まってんじゃん、うんうん、そんなこと言うならこの人三輪明宏。ということで、はい、第2回戦はこちらとこちら。パンチとセロハン。はい。パンチっていうのは穴開けパンチですね。あのメガトンパンチですね。違いますね。あのカービィに出てくるあれですね。うん、そっちの方なんだ。地球割っちゃうやつだ。あの。あ、世代出るだろ。セロハンテープは割と昔っぽいヤンキーですね。暴走族みたいな。貼り付けやよろしくとか言う。そう、よろしくとかぶっちぎりとかいうタイプの、そうそう、古いタイプのマガジンでよく見るタイプのヤンキーですね。そう、いつのマガジンかわからないけど。わ、はい、からないけど20年ぐらい前のマガジンでよく見るやつですね。はい。パンチはノリノリ穴開けフリークパンチっていうことで、音楽大好き、うん、DJ 的なね、こうノリノリで行くタイプの男ですね、うん、はい。それでは行きましょう。時間は同じく20分で、えよーい、急に伸びた。文房具、はい、じゃあ5分で行きましょうね。ゲンさん、学ラン着たことありますか？ありますよ、高校の頃学ランでしたよ。ミニスカタイプですか？なんでビキニタイプですか？ははーん、かしこまりました。マカロニタイプですね。マカロニ好きすぎんだろお前。こいつはね、結構ひどいやつで、キノピオたちの顔にですね、穴開けまくったやつなんですよ。いやそうね、やばいやつよ割と。え、でもね、それを思うとこのセロハンテープくんもね、うん、キノピオたちをね、あの塔に貼り付けにしま、塔に貼り付けにしたっていうね、全員結構ね悪いタイプだから。いやそうそう、それこそね、あの全員ヴィランなんですよ。だからわりかしツイステ的な感じかもしれんな、うん。ということで第2回戦でございます。第2回戦、パンチとセロハンテープ、せーの、でどん。うわ、結構よくない？結構いい、メカメカ系ね。かっこよくない？かっこいい。これね、音楽好きということで、うんうん、人をね簡単に穴開けるんですけど、はい、音楽系のプラグでハサミ打ちしてパコーンって穴を開けるタイプです、ね、あーかっこいい、はい、皆さん知らないと思うんだけど、プラグ接続するのが好きなんよ、うん、僕初めて出す性癖だと思うんだけど、うん、コードとかプラグ接続するの好きっす。夢だよ、みんなびっくりするね。こいつはリーダーの椅子みたいな、うんうんうん、これ座ってるわけよ。でターンテーブルとかも使って踊るんだけど、うんうん、女たちを横にはべらせて全員自分のコードで接続して踊らせてるっていう、自分の好みのダンス。ファンの女の子がさ、こううちわにさ、うん、繋いでって書いてあるんでしょ。もうそうそうもうそうね、そのレベルよ。繋いでほしいわけよやっぱ。そう、両手コード繋いでって思って、うん、でも、うん、ここ衣装ポイントは、うん、アイドルグループなんで、ちゃんと腹筋を見せて、おへそと、あと脇よ、ここ脇見えてっから。ゼロゼット、嘘、そこが脇ゼロゼットって逆にやばいわいる、また出たお前、そいた、ま、ねえ。いやもう超身長ちっちゃい子なんですけど、120センチぐらいしかない、ちびっこで、キッズだから生きがってんだ。え、そう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 、ね、いやそう、なんか仲悪そう、ここ、うん、すごい仲悪いと思う、ね、おい何やってんだよって、うん、ガキがうるせえなとか言って、確かに、あーいいあーでもいいな、ここ絡むのいいわ。でもこのセロハンくんはあれだよ、輪ゴム姉さんとちょっと仲いいんだよ。あー仲いい、うん、絶対仲いい。輪ゴム姉さんとセロハンくんは多分仲がいい。あー仲いい、うん、すごいね、面倒見いいのこの人、うん、すごい甘えん坊になる。こいつにはなんかね、うるせえと、子供扱いすんじゃねえとか言うくせに、輪ゴム姉さんにお兄ちゃんって言いに行くとたまんねえな。たまんねえな。アイドルとは何なんだっけということで最終戦でございます。
王の番犬ホッチキス、チョキチョキマニアハサミ、はい、実は、まあ、こいつらもキャラクターがあるんだけど、王の番犬ホッチキスは正直ゲーム画像見れば分かると思うんだけど、うん、多分ワンワンモチーフだと思うんだよ ね、 マリオの、うんうん、黒い犬なのよ。でチョキチョキマニアハサミっていうのはね、多分一番みんな好きなキャラよ、うん、結構ねサイコパスっぽいキャラだと戦いを楽しんじゃうタイプの子ですね。そう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 、戦闘狂みたいな、そう生かしながら切り刻むとか、なんかそういうことするやつなんですよ、うん、あのゲームはペーパーじゃなかったら完全にセロゼットだからね、うん、ペーパーじゃなければ許されないことをマリオでやってるっていうとんでもないゲームなんですけど、このゲームの倫理観を一回どうなってるんだっていう、はいはい、でも3回戦行く前に気になった方はうちの方の実況動画か、もしくはペーパーマリオをご購入ください、はい、はい、すごい面白いゲームなので、はい、じゃあ行きましょう。それじゃあ最終戦行きましょうか、はい、ホッチキス&ハサヤミよーいゴペーン。ペーパーマリオって思い出すとすんげーゲームだったよ本当に。まさかマリオがあそこでね、うん、クッパが頭から食っちゃうとは思わなかったよ、ね、それ俺も思わないわ、ね、その後ルイージがね、ピーチ姫とね、うん、30年後っつってまさか孫をね産んでるとは。そこくっつくのは闇深すぎない？だってでもアイドルグループってさ、男と女が混在するアイドルグループってあんまなくない？確かに。アイドルグループ作るとか言ったものの出てきたね、キノピオくん。久々だね。あのゲームクリアしてからちょっとキノピオくん出番少なくなってさ、自主的に出てくるようになったね、キノピオくんね。ちょっと気安く声かけないでくれ。すごい厳しいタイプのアイドルだったファンサー最悪の方だった。僕ねアイドルに対してあんまり詳しくないから、その辺はさやのが強いかも、ね、あ、ほんとアイドルはまず合戦に出ることから始まるの、うん、そこまで知らなくはないわじゃあ最終戦、はい、王の番犬ホッチキスチョキチョキマニアハサミ、せーの、でどん。うわー、いこちいい感じじゃないですか。犬っ子ですよ、犬っころですよ。お耳です。これ獣耳ってやつじゃないですか。ってやつです。広辞苑で調べてきますね。パラリなんて書いてある。獣耳、獣の耳。なるほど、賢くなった。いらねえだろ今の時間絶対時間無駄にさせないいやそうなんです。だからまあ、うん、ワンちゃんなわけよ、うん、王の番犬だから、ね、あんまり喋んないの。だから、うんうん、寡黙系の野生児タイプだけど、パンサーとかほぼないよ。だからあパンサーとかほぼないけど、うん、あ待って、肝心なもん書き忘れた、ごめん、マジごめん。何、尻尾？はい、尻尾がついてるんだけど、全くパンサーとかしてくんないんだけど、うんうん、ファンがいるところ行っちゃうとピピピピピピって尻尾動いちゃう。あ、嬉しくて。可愛い、それは。みんな来てくれてんのが嬉しくて喋、うん、喋んないけど、後ろでピッ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 って尻尾が動いちゃって、うん、みんなバレちゃうっていう。いや、どう？あわいい。うちわはなんて書かれたらいいかな。養わせてとか最高の犬年とかね、うん、ちなみにほとんど喋んないけど声優は桜井貴博さん。うわー、吐息だけのタイプ、うん、とかしか言わない出た出た、ショタですよこれ。またショタ二人おんの？兄弟です。くっつける兄貴と切っちゃう弟ですよ。あ、なるほどね、はい、弟は切っちゃうけど、そうサイコパスに切っちゃうけど、後処理は兄貴がするんで、くっつけるっていう、はあ、そういう兄弟ですね。裏ピースなの、これ、これ、うん、あ、これ裏ピーなんだ。あ、そうそうそう、ファンマークはこれ、はいはい、みんなこんにちはみたいな時にさ、はははこう来て出てくる時に、うん、みんなのここのスピードを競うっていうファンたちのよくわからない筋肉を鍛えられるところ今回めちゃめちゃ良かったんじゃない？ね、なかなかこ うタイプが被らない感じで、いい感じに。じゃあちょっと最初からおさらいしていってみましょうか。ね、1回戦目はね、輪ゴムと色鉛筆、はい、はい、輪ゴム姉さんと一人でこう言ってんですね、うん、でパンチとセロハンね、はい、パンチとセロハン。え、タイプ被ってなくていい感じ。全然被ってないかも、うん、本当に被ってないかもしれない、ね、あー、いい感じじゃないですか。ね、結構、まあ、アイドルグループっていうよりなんか戦隊ものみたいな、ね、確かにヒーローチームみたいな、ヴィランチームみたいになったけどめっちゃ戦うから、しょうがない、元が戦うから。まあね、まあだから戦うアイドルっていうことで、うん、少年漫画志向が抜けない芸人さんのせいで、そう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 、しょうがない、戦わざるを得なくなってしまった悲しいアイドルグループ、はい、やめろよばっかりは言い切ってやる、解説なんか絶対しないんだからな、のさやさんの解説コーナーです。いつもしてんねんだけじゃん。いや、嘘、なんか言った方がいいかな。好きな文房具はホチキスです。もういいよそれは理由は五感です。まあ、今回はね、色鉛筆くんを擬人化してそれを描こうと思います。でね、やっぱ色鉛筆っていうテーマなんでね、こういつも以上にちょっとカラフル、キャラフルをね意識させていただきました。カラフルとキャラメルってちょっと似てますよね。あなたは誰が好きですか？キャラメルですか？プリンですか？ねえ、おーっと、ご覧ください、ご覧ください、さやさんがなんとレインボーに塗り始めました。レインボーですよ。いや、これはもうカラフルの代名詞ですよね。だって全部入ってんだもん、カラフル。さやさん、さやさんどこに、さやさん、ダイヤ
ドライヤーに行くまでになるとちょっと今あれですよね、力を貯めていたようですよ、さやさんは。でね、そう、今回はね、こうカラフルなお色にしようと思ったので、あのちょっと暗い色で影を入れるのをやめて、より明るいちょっと感じで赤色でね、ちょっと影を入れるなどをしていってね。でね、そう、今回ね、そのデジタル作家さんのね間で流行っているゲーミングハイライトみたいなやつをね意識してね、ちょっと髪の毛ね、ちょっと不思議な色でカラー入れてみたんですよ。でそこにちょっとお遊びハイライト入れて、はいはい、お遊びハイライトは最高なりきり。いとおかしい。ああ、国語の授業もしてしまった私。ありよりはぶりますかりって感じだわ。かしこ。結局何だったの？結局何が分かったんだよ。さやさんが好きな文房具はホチキス。暴力勝つ。